皆さん、こんにちは。ちゃんまるです。ということでですね、本日はですね、以前紹介した、こちら、ちゃんまるがよく遊ぶアンパンマンのですね、欲張りテーブルをまた再び紹介していきたいと思います。ということで、こちらの商品ですね、前回ですね、一回紹介したことがあるものになるんですが、最近ですね、ちゃんまるは人まり立ちが始まりまして、ちょっとね、テーブルをつけていると、やはりバランスが悪いようで、おもちゃがね、倒れてしまったりという危険性があるので、最近はですね、こちら外してですね、遊んでおります。そして、ちゃんまるのね、お気に入りは、今回してくれているね、こちらの、バイキンマンのですね、青い、レバーがですね、お気に入りでくる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 回して遊んでおります。そしてですね、もう一つちゃんまるが好きなのがこちらのですね、緑のレバーになるんですが、こちらね、このようにレバーを引くとパンが焼けたよっていう風におしゃべりするものになっております。そしてですね、そろそろ最近ですね、ちゃんまるさんに覚えさせたいのがこちらのですね、アンパンマンのドアがついてるところになるんですが、こちらですね、ドアをこのように鍵がかかっているので、鍵を外して、開けると、こんにちは、ジャムおじさんだよ、というふうに喋りまして、まだちゃんまるはですね、自分で開けられないんですが、こちらのですね、鍵をですね、そろそろちょっと覚えてもらおうと思います。ちゃんまるさん、ちゃんまるさん、ここ、つまんで、俺様バイキンマン、くるっと回して、こんにちは、ジャムおじさんだよ。あら、開いたね。ここはまるっつまんで回して、こんにちは、ジャムおじさんだよ。一応です、興味はあるようでやってくれっていう動作はするんですが、自分ではまだですね、ちょっとできないようなので、こちらのね、鍵をですね、ちょっと覚えるのがね、次の手の練習かなというふうに思っております。閉じてはくれるんですね。ありがとうございます。ということでですね、こちらのですね、アンパンマン欲張りテーブルなんですが、とってもですね、いろんな手を使う機能がついてておすすめになりますので、ぜひですね、今こういう手をね、使ったおもちゃをお探しという方はですね、ぜひ、赤ちゃん本舗であったりとか、おもちゃ屋さんとかでも売ってますので、ぜひ探してみてください。ということで、ちゃんまるさんはですね、次回、こちらのね、これからは練習を、鍵を開ける練習をしていきたいと思います。ということで、以上、最近ですね、ちゃんまるがハマっているこちらのアンパンマン欲張りテーブルを紹介しました。ぜひ気になるという方は探してみてください。以上、ちゃんまるでした。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、またねー。バイバーイ。ご視聴いただき、ありがとうございます。この動画がいいと思った方は高評価を、そしてチャンネル登録がまだお済みじゃないという方はこちらからちゃんまるの成長動画を、そしてこちらからゲーム実況動画も上げてますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。そして Twitter もやってますので、 Twitter 気になるという方は概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひ Twitter もご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さん、またねー。